レオポルト3世は、バーベン・ベルク家のオーストリア編教博。オーストリア編教博レオポルト2世の子としてメルクに生まれる。実績はあまり多く知られていない人物と評される一方で、貴生、生族問わず性望は高かったという。後に劣勢され、レオポルト聖博とも呼ばれる。1095年より、編教博となった。 神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世の娘で、ハインリヒ5世の姉アグネスと結婚し、バーベンベルク家の地位を高めた。1122年のボルムス協約締結においては、聖教両者の仲介に当たった。ハインリヒ5世の死によってザーリアーサが断絶すると、次のドイツ王候補として挙げられたが、この推薦は辞退した。教会へのパトロンとしていくつかの大修道院を、 設立したことでも知られる。クライン・マリアツェル修道院、1114年設立のクロスター・ノイブルク修道院、そして自身の子、オットーのために、オーストリア最初の指導会修道院であるハイレゲン・クロイツ修道院を創設した。1136年に死去。死料の最中に何らかの理由により死去したとされる。そして自身の設立したクロスター・ノイブルクの クロスター・ノイブルク修道院に埋葬された。1485年、インノケンティウス発生により、劣勢された。1663年より、ニーダー・エース・ター・ライヒ・シュート・ウィーンの守護聖人となって、数計を集めている。ベール伝承の祭壇が、クロスター・ノイブルク修道院像2度結婚しており、アグネスとの間だけでも18人の子を設けた。本人も、 戦術のドイツ王候補自体の理由として、この王様による後目争いの勃発を危惧していたという。最初の妻アデルハイト・フォンペルクとの間に一男がいる。アグネスとの間に以下の成人した子がいる。クロスターノイブルク修道院の演技には、ベール伝承というものがある。これは、レオポルト三世とアグネスが亡くしたベールを9年後に、 なくした時のままの状態で森に置いて再発見したことに感謝しその場所に修道院を創設したというものである。もっともこの伝承は14世紀後半頃から発生した伝説である。ありがとうございます。